ついてるたまみんついてる、あなたにもついてるあげたい、ほらついてるはひとつ、へいへいほー、あなたにもついてるあげたい。どうですか皆さん、トイボミーあげたいではなかったけど、今日はちゃんとついてるあげたりしましたよ。はい、そんな感じのついてるトイボミーさんでございます。すごいですね、声出てるね今日、張りが違うよってよし、何を話すかと言いますと、さっきもの動画上げたばっかなんですが、また撮っちゃってますね。いやちょっとすごいことが僕分かりました。すごいですね言ったところでみんな知ってるわって言われそうだけどね。いや今いろいろね考えていて、考えていてっていうか、うーんってなんか、まあほら僕石、まあパワーストーン、まあ世間一般でいうパワーストーンって言われてる石あるじゃないですか。僕はエナジーストーンって呼んでますかね。パワーっていうとちょっと力になっちゃうから、エナジーの方がエネルギーだから合ってるのかなっていう程度のエナジーストーンなんですが、これを組んでてなんで人はみんな一緒にならないのかなって思ったんです。でお店屋さんとか行くと、別にお店屋さんがダメとか言ってるわけじゃないですよ、ただ僕のやり方と違うから。そうほら、もう大体決まってるじゃないですか、この石は金運で、この石は恋愛運でとか。でも僕は別に反抗してるとかそういう意味じゃないですよ、でもそれは違うんじゃないかなってずっと思ってたの、なんでだろうってもう思っててね、それが分かったんですよ。いやもっと言うと、人は何を求めてるかが分かったんですよ。要はだから僕たちの使命、この間言ったけど、それがよく分かったんです。そうなんです。だからどっから話そうかなと思ったんだけど、ものすごい今溢れてきちゃっているので、もう止めとなく話すので、皆さんそこら辺全部くっつけて自分で解釈してくださいそれはお前がやるよって言われそうだけどね、なるべくまとめて話します。なのでまずだから、パワーストーンの僕の組み方は、まあエナジーストーンなんですが、でお店、そうもう一回言うよ、お店屋さんとか行くとあるじゃないですか、別にお店屋さんがダメって言ってるわけじゃなくて、金運はこれね、恋愛はこういう石で、あなたはの誕生石はこれだからこの石みたいなことを言って、こうやってやっていくとこういうブレスレットができますよみたいな作り方するお店もあるじゃないですか。でお客さんがいた、だから僕たちが行くとするじゃない、そうすると僕はこの石を入れたいんですって言うと、いやこの石はこうだからだからって、まあお客さんには合いませんよって言われるとするじゃない。そうすると、あせっかくこの石を気に入ってるのに入れてもらえないんだって思うと、もうそこでかわいそうな感じになっちゃうでしょ。だから僕の作り方はそうではなくて、まずはその欲しいなって思った人とか気になってる人に、好きな石ってありますかって聞くと、いや石のこと分かんないんでって言うんですよ大体。なので僕は自分の持ってる石全部見せるんですよね。この中でなんかこれいいなって思う石ありますって言って、でそれでも決めない人いるんです、いや分からないんで決めてくださいっていう人いるんで、その時はもう僕が相手の方の手を出してもらうんですよ。触らないですよ、触らないで上下にこう挟んで、真ん中に僕の手が上下で、相手の人の手を真ん中に入れてもらって、そこで僕は左から吸って右から出すっていうのを基本にやってるんですけどね、気の話ですけどね。それで吸い取るんですよ。そうするとなんか僕のイメージなんですけど、この石がいい、あの石がいいっていうのはあって、それをこう並べてあげると、この中で何か気になるのありますかっていうと、じゃあ石じゃなくて色は何色好きですかみたいな感じのね、質問したりとかしてやっていくんですよ。それで組んでいくので、ね、これ早いと30分ぐらいで組み終わるんですが、合わないとね、これ1日あっても時間足んないんですよ。でもそれでも僕は高い料金は取らずにやってます、全然。だってその人に幸せになってもらいたいから。
そうなんです。今答え言っちゃいましたが、そういうことなんですよ。人は何を求めてるかっていうと、幸せになりたいんです。そうでしょ。なんだけど辛いって思う方たくさんいると思いますが、辛いに1を足したら何になりますか。辛いの上に1を1本横棒の1をピッて足したら幸せっていう字になるんですよ。だから何か1個足してあげたらもうそれで幸せになれるんです。でも十人十色とか言うじゃない。人それぞれ違うし、大元のさね、大元のところに戻れば全員みんな一緒なんですよ。だけどそっから命っていう光をもらっているわけでしょ、僕たちは。そう、それが生命エネルギーとなって今僕たちは生きているんですでしょ。それのスイッチを切られちゃったら、まあ元に戻るだけの話なんですが、なんだけども元はそれなんだけれども、生まれた場所だったりとか環境だったりとかね、教育だったりとかさ、ご両親だったりね、家族だったりとか、それぞれね、人それぞれみんな違うじゃないですか。でしょ。だから石もそれと一緒で、だからこの例えば、だからなんつったらいいかな、じゃあさ、なんかちょうどいいの出てこないかな、出てきて、ローズクォーツってあるじゃない、よく聞く名前。これは恋愛にいいって言われてる石だから、ピンクの色をしてるねやつなんだけど、これってさ、みんながみんなに恋愛運が良くなるかって言ったらそうじゃないわけよ。それがいい人もいれば合わない人もいるじゃない。いや私そう言われても恋愛運が欲しいけど、でもこの石嫌なんですっていう人いるでしょ、中には。そうした場合にそれでも強引に売りつけますかっていうことなんですよ。で僕はそういうの嫌なんで、だからその人の全体が良くなるような感じのブレスレットを作ってあげたいなって思って作ってやってます。うん、そういうことなんです、僕のブレスレットの作り方。なので他では多分あまり真似ができないと思います。そう、いや、なんでこんなこと今 YouTube で上げてるかって言いますと、僕ができることなんだろうって考えた時に、うん、例えばほらね、明るく楽しく元気よくつって YouTube 上げてる、これもそうだけど、もう一個別にね、プラスアルファでもいいんじゃない。だって僕ちっちゃい頃から石と話せるとかって変なこと言ってたでしょそうなんです。そういうさ、ちょっと変わった子供だったやつが大きくなって今思うことは、それを生かさないのはもったいないなと思ったんですよ。せっかくできるんだから、分かるんだから、だったらその人にこの石が呼んでますよって教えてあげてもいいじゃない。そんでよくさ、お店屋さんとかで買ってさ、何にも効力ないじゃないって、これ金運にいいっすけど金運とかないじゃないっすって、もうつけなくなっちゃったりする人とかいるでしょ、よく。それって違うんですよ、実は。石に求めちゃいけないんです。お守りとかではないんです。違うんです。あくまでも自分のパートナーみたいな、友達みたいな感覚で接しないと、変な話、効力が発揮しないんですよ。言ってること分かるかな。どう言えばいいんだろうな。だから例えば朝起きたらね、石におはようって声かけたり、帰ってどっかに行くときはじゃあ行こうねっつって行ったりとか、いい景色を一緒に見せてあげたりとか、
うん、そうするとね、不思議なんですけど石は輝くんです。本当です。これで石が輝くと何が起きますかって見た時に、あ、光ってる、綺麗な石だ、このブレス作ってよかったって思った時の自分ってどうですか？ハッピーでしょ？ってことはプラス1になってるじゃん。辛いことに1出したら幸せって言ったでしょ。幸せじゃないですか。この光るのって何かっつうと、僕がこの間言ってた宇宙の光、宇宙って書いて浮かんむり、宇宙の宇と宇宙の宙の浮かんむりを取って宇宙って読むんです。宇宙の光、これ何かって言ったら宇宙の中心にあるでっかいエネルギーみたいなもんですよ。要はこれを中心に宇宙が自転してるんです。で、公転してるんです。うん、これはその話をしたんですよ。その中心の何っつったら、分かりやすく言ったりとか、神様に例えたりするからと、雨の御なかの様だったりとか、大日如来の大日如来とさんとね言ったりとかね、国でもいろいろ言い方違うけどあるんじゃないですか。でも言ってることはみんな一緒なんですよね。うん、そうで、人は何を求めてるかって言ったら幸せじゃないですか。みんな幸せになりたいでしょ。幸せになりたかったらどうするのって、一番簡単な方法、超シンプル、自分で自分を幸せにしてあげるの。だから自己満足でいいのよ。そう、自分の満足、さっきの動画でも言ったけど、自分を満足させてあげるのって一番誰ができるって言ったら自分でしょ。だからそう、自分に気持ちいいことしてあげたらいいのよ。うん、だからブレスレット一つ取っても、このブレスレットは、だからみんなそれぞれ皆さん違うからね、同じブレスレットは作れないのよ、僕も。そうだって、同じ形の石ってないから。削ってあるけど、削って一緒の10ミリっていうね、玉の大きさだとしても、2つ並べても一緒じゃないじゃない、ちょっとずつ違うでしょってことを言いたいのよ。だからもう本当完全自分のオリジナルのブレスレットになるよっていうブレスレットを作ってるんです、僕は。分かっていただけましたか、この熱い感じ。そういう思いで、これで、だから何が言いたいかっていうと、これでその僕はこのブレスレットを通して、なんて言ったらいいの、だからみんなが幸せになれたらいいなって思う。そしたら何が起こるかって言ったら、この世は天国になるでしょ、みんなが幸せと思えば。そういう貢献ができたらいいな、世界貢献につながるんじゃないかって勝手に思ってます。はい、そんな感じのついてるトモミンでした。すいません、この話は僕ちょっとこれからもしていきます。はい、だって皆さんが幸せになれたら最高じゃないですか。そしたらたちまち天国になるんですよ。昔のあのね、テレビの CM でおじいちゃんとおばあちゃんが手つないでスキップしてる CM あったんですよ。あれ見た時に、ちっちゃいながらあれ見た時に、世界中の夫婦がこうなったら世の中幸せだなって思ったことがあったんですよ。そうだ、まさに天国でしょ。だって地球見てみて、水があって、川があって、山があって、海があってね、花が咲いて、鳥が鳴いてって、最高の環境じゃないですか。そこには愛があって、歌があってって、光もあって、そうでしょ。だったらさ、幸せにならない方がなんかもったいないし、おかしいじゃん。幸せになり方はすごい簡単だから、俺これからほぼほぼ毎日こういうなんか幸せになり方動画上げていこうと思います。そんな感じのついてるトモミンさんでした。長々喋ってすいませんでしたいやー、これ楽しい、もう本当に、うん、最高です。皆さんありがとうございます、聞いていただいて。はい、そんな感じで、もしよかったらチャンネル登録もしてください。楽しく明るく、違います、明るく楽しく元気よく、こういう話をしていこうと思ってますんで、はい。
今日は僕のブレスレットの作り方っていう手で話させていただきました。はい、以上になります。はい、この動画をご覧くださいました皆様に、すべての良きことが雪崩でもとく起きます。現に起きますよ。せーの、いいことあるぞ。ついてるともみん、すごいですね。所さんともコラボやりたいです。そんな感じでした。はい、ちなみにあの小池宏さんって方の本、あれは本当にすごい気になります。はい、先ほど僕あの YouTube のチャンネルも登録させていただきました。はい、すいません、今一回電話が鳴ってしまったので、そこで一回動画が切れてしまう、切ってすいません、動画を切ってしまったので、はい、つぎあぎです。はい、そう、小池さん、小池宏さんのね、動画チャンネルの方を登録させていただきました。はい、なのでそれを最後に言ってたわけでございます。はい、そんな感じのついてるともみんさんでした。じゃあエンディングいきますか。せーの、いいことあるぞ。ついてるともみん、すごいですね。はい、所さんとのコラボもこれしたいです。そんな感じでした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイキン、ウィンウィン、いいことありますよ。